韓国大統領選挙、日本人としてはちょっとこれは一安心なんではないでしょうか。現在の中国とかロシアの動きを考えると、日本は東アジアで孤立するということが、そういった最悪のシナリオがひょっとしたら20代30代の韓国の若い世代非常に苦しいんですよね。重大財閥とその関連企業に就職ができない、韓国では負け組と言われている5つを諦めた高校世代ですね。こんにちは、カズです。越境 3.0 ということで今日も始まりました越境 3.0 チャンネル、本日もどうぞよろしくお願いします。まずはセミナーのご案内です。自分の価値を最大化する伝え方、伝え方で大事なのは〇〇だ。2022年3月の22日火曜日18時半スタートです。こちら元吉本興業プロデューサーで横山やすしさんのマネージャーをされていた大谷由里子さんとのコラボセミナーです。会場の方にご参加いただくと限定特典がございます。詳細と参加申し込みは概要欄の方からどうぞよろしくお願いします。そして東京セミナー、原油価格と産油国情勢、2022年3月16日水曜日13時スタートです。こちら事前予約制30名様限定です。詳細と参加申し込みは概要欄の方からどうぞよろしくお願いします。そして愛媛県の松山セミナー、フラット化する世界セミナー&コーヒー座談会、事前予約制30名様限定、2022年3月26日土曜日12時スタートです。こちらも詳細と参加申し込みは概要欄の方からどうぞよろしくお願いします。お近くの方ぜひお気軽にご参加ください。皆さんのご参加をお待ちしております。概要欄の方にリンクを貼り付けておきます。そちらの方からお申し込みください。よろしくお願いします。ということで本日は韓国大統領選挙、3月9日昨日韓国大統領選挙が投開票が行われました。一安心といった感じの選挙結果だったんではないでしょうかね。韓国大統領選挙に関してはこれまでの経緯というのは越境 3.0 チャンネルでもたくさん動画を流しております。再生リスト、こちら韓国大統領選挙2022の方からご覧いただければと思います。3月の9日に投開票が行われて、本日3月10日の日本時間の朝6時、開票率 100% に到達しました。保守派最大野党国民の力のユン・ソギョル候補が韓国の次期大統領に決まったということで、日本人としてはちょっとこれは一安心なんではないでしょうか。越境 3.0 チャンネルでもね、これまでいろいろと動画を配信してきましたけれども、次の韓国大統領、韓日強硬派のイ・ジェミョンがいいか、対日協力路線のユン・ソギョルがいいか、いろんな方のねご意見いただいておりますけれども、越境 3.0 チャンネルでも意見は二分に真っ二つに割れていたんですが、韓国の世論ももうこれこの二人の一騎打ちというところで、どちらが大統領になってもおかしくないという状況がずっと続いていました。その中で見事保守派最大野党国民の力のユン・ソギョル候補が、まあ、韓国の大統領になったわけなんですけれども、ユン・ソギョル大統領、韓国の保守派最大野党国民の力で元検察総長、元検察官、政治家としての経験は一度もないということなんですが、彼の考え方は就任後すぐに対日関係を改善させて日韓共同宣言を復活させると。1998年日本の小渕恵三首相と韓国の金大中大統領が結んだ日韓共同宣言ですよね。日本と韓国が一番関係が良好だった時期ではないでしょうかね。その直後2002年にFIFA ワールドカップ、日韓ワールドカップも行われたというそういう時期だったんで、まあ、その頃の日韓共同宣言を再度復活させようと考えているのがユン・ソギョル候補なんですね。なので今後、まあ、日韓関係はこれまでのムン・ジェイン大統領の頃と比べると格段に良くなっていくんではないでしょうかということがまあ考えられるんだけれども、韓国の世論をこのユン・ソギョル大統領がどこまで引っ張っていくことができるのか、そこ焦点になってきますよね。いずれにせよ東アジア情勢というのはこれまでのムンジェイン政権よりは若干安定化の方向に向かうんではないかということが言えると思うんです。これはもう接戦の接戦の上で勝ち抜いたユン・ソギョル大統領なんですけれども、対抗馬のイ・ジェミョン、どんな人物だったかというと、彼は反日強硬派だったんですね。進歩派、与党共に民主党であって、これまでのムンジェイン政権と同じ考え方なんですけれども、それのさらに過激な路線を行くというのがこのイ・ジェミョン候補だったんですよ。元京畿道知事で元弁護士、彼は日米韓安保協力に否定的で、北朝鮮に対しては融和政策、いわゆる対応路線と言われているものですね。で、そして日本に対しては反日強硬路線。彼がもしも大統領になっていたら、韓国が反日強硬派で、そしてもちろん北朝鮮も反日強硬。現在の中国とかロシアの動きを考えると、日本の周りが敵国だらけになってしまうという、日本は東アジアで孤立するということが可能性として考えられたわけですよ。現在のロシアがウクライナ東部の親ロシア地域ドネツクとルガンスクの人たちを救うという名目でウクライナ侵攻を始めたというのと同様に、東側でひょっとしたらロシアが択捉島や国後島に住んでいる、まあ、ロシア人を守るために北海道に攻め込んでくるなんていう、これは最悪の最悪のケースですけれども、そういった最悪のシナリオがひょっとしたら
らイ・ジェミョンが韓国大統領になることによって日本が東アジアで孤立化することによってロシアの侵略というのがひょっとしたら東側に目が向けられるかもしれないというそういう最悪のシナリオも考えられたわけですね。もしもイ・ジェミョンが大統領になっていたらの話ですよ。でもひとまずそれは食い止めることができたと。日本に対して協力的な姿勢を見せているユン・ソギュルが韓国の次期大統領になったということで日本はこれから韓国と手を取り合って東アジア情勢を作っていくのかもしれないという。今回ユン・ソギュル候補の勝利に、後押ししたのは若い世代の得票率だということが言われています。20代30代の韓国の若い世代、その韓国の若い世代は、どのような状況なのかというと非常に苦しいんですよね。いわゆる誤報世代と言われています。就職、恋愛、結婚、出産、マイホーム、この5つを諦めた誤報世代、それが韓国の20代30代の若い世代なんですよ。ムンジェイン政権になって経済の二極化が進み、マイホーム価格が2倍にも高騰し、経済が低迷して就職ができない。日本以上に受験競争の厳しい韓国では、受験に失敗すると重大財閥とその関連企業に就職ができない。その重大財閥に入れないと韓国では負け組と言われている。そういった厳しい競争が待ち受けているわけですけれども、昨年韓国の上場企業の半分以上がリストラを進めたというぐらい非常に低迷していて、近年の就職難が続いていると。その就職ができない、お金がないので恋愛ができない、結婚ができない、でそして出産することもままならぬ、でそしてマイホームが買えないという5つを諦めた誤報世代ですね。こういった誤報世代の韓国の20代30代の支持率を集めたのがユン・ソギョル大統領ということで、このユン・ソギョル大統領に課せられた課題というのは韓国の目先の経済改革、でそして日韓関係の修復というところなんですよね。ちなみに韓国というのは若い世代の投票率がすごい高くて、日本と比べると格段に高くなってるんですね。今回全体の投票率は 77.1% と言われていますけれども、それを超える 77.2% が20代30代の投票率ということで、日本の 55.9% に比べるとだいぶ高い投票率を出していると。韓国の大統領選挙、数ヶ月前から越境 3.0 チャンネルでもお伝えしてきましたけれども、いよいよ、ユン・ソギョルに大統領が決まったということで、今後東アジア情勢どうなっていくのか、また越境 3.0 チャンネルでも追って配信していきたいと思います。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。せーの、 Here we go。世界とつながりたいあなた、待ってます。